イブックス本社現在は、日本 IBM 丸ビル事業所東京都千代田区、丸の内 IBM ビジネスコンサルティングサービス株式会社は、かつて存在した、米 IBM コーポレーションのビジネスコンサルティング部門の日本法人である。2010年4月1日に、日本 IBM 株式会社と経営統合し、現在は、同社グローバルビジネスサービス事業、コンサルティングサービスとなっている。 前身は、米、PWC コンサルティングの日本法人。2002年に PWC コンサルティングが IBM に買収され、各国における事業が法人レベルで統合された後も、日本市場においてのみは別法人として存続し続け、もう一つの日本法人である、日本 IBM 株式会社と協業を行っていた。米、IBM の100%子会社であり、 日本 IBM 株式会社と直接の資本関係はなかった。日本 IBM の子会社との認識がルるしていたが、これは誤りである。ただし、日本以外の国においては両部門は原則として単一の組織として連携して活動を行っていたことから、日本市場においても両社は IBM ブランドで事実上一体的なサービス提供を行っていた。また、 グローバル観点では単一の組織であることから、互いの会社の対応する部門の責任者を、同一人物が兼任している場合も多く、営業活動を日本の IBM に集約していたこともあって、顧客から見ると法的側面は別として、ビジネス上区別する必要はあまりなかったとも言える。英文表記は IBM ビジネスコンサルティングサービス KK、略称は b o o k s イブックスと略した場合は原則として日本法人を指し海外 IBM のビジネスコンサルティングサービスをイブックスと呼ぶことはなかった。これは常実のように日本においてのみビジネスコンサルティングサービスが別法人として分離されていたためである。そもそも IBM のビジネスコンサルティングサービスは2002年当時世界最大の会計事務所であったプライスウォーターハウスクーパースの 経営コンサルティング部門を分離した独立コンサルティングファームである PWC コンサルティングを39億ドルで買収することで誕生したが、それに伴って日本法人であった PWC コンサルティング株式会社を引き継いだのが現在のイブックスである。新卒採用においては採用形態を自ら選択できる制度をとっている。 基本給が大きなウェイトを占める通常の正社員採用、インセンティブによる給与の変動が多い PC 採用などを選択できる。日本 IBM と Ebooks が4月に統合、IBM コーポレーションの日本における誤会社及び関連会社。ありがとうございます。